はいあ、おはようございます。9月17日の朝6時28分の相場解説になります。これ、デイリーを見てるところですけども、大筋ではですね、デイリーの方は、こういう風に動いてるのはお話した通りですけども、ここにですね、ちょっとした転換が起きてきてますね。昨日お話したように、こう、買いでいきゃいいよ、と。随分前から、もう買いです、買いですって言ってますけども、もうね、あのー、陽線しか出てない感じですよね。で、私は、この辺りまで、 買いの圧力がいくと思うんですよ。あもちろんね、一旦は押し目を作るかもしれませんけども、買いの圧力がいくと思います。109円ぐらいまではね、買い一辺倒でいいんではないかなと思います。さあ、昨日はその中でも買っていきましょうっていう話を引き続きしていきました。要するにずーっと買いなんですよね、ここ。で、窓を開けた後もやっぱり押し目なんで、これは買いだということなんですよ。とりあえずここは抜けていくと思います。だからもうね、 あのー、ロスカットを設けながら、ロスカットラインを設けながら買いで入ってくださいってことで、昨日もお話ししましたよね。昨日は確かね、この辺りで相場解説して買いに入りましょうっていうお話だったと思うんですよ。私の場合は一旦、ロスカットを食らったんですけども、その後またね、そこで入って、買いでしつこく取りに行って放置して、先ほど決済したってところですかね。この窓が埋まった瞬間に私は、 まあ、窓埋めなんて迷信だと思ってますけども、ただね、窓埋めを、迷信をね、当てにしてやると当たることが多いんですよ。ここは取れたかなと思いましたね。皆さんもね、昨日の相場解説見ていれば、まあ、買いで入ればいいのかなというところとか、先週から私、買い、買い、買いって言ってますからね。んで、えっ、ー、と、買いをずっと入れていただいてるんではないかなと思います。全勝利のはずです。はい。ではね、これからも買いで取っていきましょう。 ロスカットで、本当にね、痛い目見るまでは買いでいいですよ。細かいこと考えずに。ここら辺で、もしかしたら売りに入るのかもな、とか、押し目も取ってやろうかなって考えるんじゃなくて、押し目も放置して、もう押し目の底から入るのもいいし、押し目の前から入っていて、押し目をね、楽観して、で、ロスカットラインを深く設けていって、大きく、テイクプロフィットするのもいいしね。とにかく今、あ、しっかりと、 ピップスを貯めておくときです。勝ちまくっていくときです。どんどん強気で攻めていきましょう。私めったにこういうこと言わないですけどね、強気で攻めていきましょう。でもロスカットラインは設けてくださいね。では、本日もよろしくお願いします。えー、今日は東京です。